やだもう。ちょっとみんな聞いて。うちにいる男2人組がおかしくなっちゃったの。チャイがお買い物から帰ってきたらね、カリンちゃんが女性用のコスプレをして気持ち悪いごっこをしてるの。きっとあの2人ストレス溜まってるんだと思う。あ、こら患者様、安静にしてないといけないですよ。まだ完治してないんだから。え、ナースキャップずれてる？あ、患者様困ります。他の患者様に見られてしまいます。もう患者様ったら、カリコちゃん困っちゃいます。え、なんでナースになったかって？カリコちゃんずっとナースに憧れてたの。カリコちゃんずっとこのお洋服着たかったの。患者様横から見て、かわいいでしょ。近くに寄って見てもいいですよ。特にカリコちゃんのお気に入りはこの首元。そんなに近くで見られると恥ずかしいです。カリコちゃん恥ずかしいと目を合わせられないの。でもちょっと見るの。でもやっぱり恥ずかしいの。じゃあカリコちゃんお仕事に戻ろうと。どう？カリコちゃんね、事務作業になると眠くなっちゃうの。あ、やめてください。ナースキャップ可愛い位置があるの。もうやめてやめてやめて。あー、なんてことしてくれるの。カリコちゃん怒ってるの。カリコちゃん怒ってるの。うん、そっとしといてほしいの。カリコちゃんの大事にしてた憧れのナースキャップが見るも無残な姿になっちゃったの。もうカリコちゃんナースやめる。うん、うん、カリコちゃんいいねを押してくれたらナースやめないかもしれないの。もしチャンネル登録もしてくれたら、カリコちゃんナースを続ける可能性が高まるの。